はい、皆様こんばんは。カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。筑後の遠征からお前は帰ってまいりました。で、新幹線ね、今日5時23分発博多発の、桜号に乗って帰ってきたんだけども、まあチラチラと、まあ半分、うたた寝をしながら、オリックスさんのゲームを、速報で追っておりましたが、見事な勝利でしたね。いやまあ素晴らしいわ。12安打9得点、オリックスさんらしくないというか、非常に効率のいい、点の取り方で、まあ、ホームランも、ね、有効に出たというのもあるんだけども、先制はね、やっぱりケンケンよ、昨日の勝ち越しだという、今日の先制だというね、やっぱりこう、先発ピッチャー頑張ってるときは、まずは先制点ですもんね、そこでしっかり1点が入って、で追加点が欲しい場面で、ケイタ君とセデーニョ、ホームランですよ、これ効いたね。で圭太君はもう1本打つんだよね。1本目はレフトへ完璧な当たり、これ僕もハイライトで見たんだけども、すごい当たりだったんで、2本目はバックスクリーン左、これもすごいね。でこのセデーニョ、レオのホームランはもう完璧というかね、もう打った瞬間という、まあ、そんな当たりでもありましたけどもね。でまあ本当に4回以降3-1、3-1としっかりもタイムリーも出てという感じで、しっかりと追加点が取れました。ちょっとこう1番2番3番が当たってないかなと思ったら、紅林君にも茶野君にもタイムリーが出ましたんで、まあそこは良かったのかなというところ。で東君がね、先週に続いて、今日もしっかりゲームを作ってくれて、5回を無失点の素晴らしいピッチングで2勝目をマークしたと。まあちょっと序盤はね、ノーアウト満塁フォアボールなんかもあってピンチがあったんだけど、そのノーアウト満塁をホームゲッツーでしのいで、まあ、そこで乗っていけたのかなっていう感じしましたね。でその間に、味方も点を取ってくれたという中で、本当今日は、投打が噛み合って、まあライオンズも今日は、先発ピッチャーとしては谷間の日に当たったと思うんだけども、まあ、そこをしっかりと、打ち崩して、救援陣からもしっかり打ってというね、まんべんなく今日は打てたというところがすごいなと、思いました。まあ、頓宮君もまた当たってきましたしね、でまあケンケンは絶好調でしょ。でまあ今日4番に入った中川圭太君もまあまあいい感じに来てますから、ちょうど宗君も当たってきたし、あの辺のこう4番以降下位打線までがうまくつながっている感じがする。であとはこう1番2番3番今日も終盤にはねタイムリー出たんだけども、そこがヒットなかったんで、そこがもうちょっとつながってくると、まあそこをどうやってつながるかというところを中島監督いろんなことを考えてらっしゃると思うんだけども、で1番2番3番が本当出ると、今中軸以降が非常にいい感じなのでね、さらにこう点が取りやすくなってくるのかなっていう感じするんだけどもね。セーベリオも今日は打順が下がってそこで打ったね、タイムリーもあったし、今日は本当に投打かみ合った素晴らしいゲームでもありました。まあこれで、首位、まあ、キープという中で、先週のね、楽天戦は最初2つ勝って最後1つ負けて、でベルーナに移って初戦負けて連敗だったのね。ところが、まあ、その後、土曜日曜、まあ、土曜日は厳しいゲームだったんだけども、それをなんとかしのいで取って今日の快勝につなげた。連敗した後の連勝ですから、またその連敗を帳消しにできるんだね。でもう帳消しにさえすれば今貯金があるんで、オリックスさんはだから本当にもうそこはね、ありがたい話で、本当にチーム関係者もとにかく3連戦1つ勝つ、まずそこを目指していって、そこでうまくいけば、勝ち越し2つ勝って勝ち越しを狙っていくという感じだと思いますね。まだまだ分かりません。九州に行ってもね、皆さん、お前さんオリックス強いねって、もう各評論家皆さんおっしゃってくれる、チカさんも若菜さんも加藤さんも。だけども、まあ、そう簡単にはいかないよね、本当に。だってね、ホークスが12連敗するんだよということを考えたら、オリックスだってその危険性ははらんでるわけですよ。だからそれをやっぱりしないようにしないように、監督はいろんな選手を起用しながら、選手のマネジメントもしっかりしながらですね、起用していくということになってくるんでね、まだまだ気は抜けませんよ。だってみんな去年とか一昨年とかオリックス、ね、やっぱりしんどいシーズンだったじゃないですか。で圧倒的不利という状況から、まあ、優勝まで持っていけたというシーズンがあったんで、その逆だってあるんだから、それをやっぱり常にこう想定して、やっぱり最良のことよりも、
最悪のシナリオを考えてそれを防ぐということを、おそらく長嶋監督がやってらっしゃると思うんでね、僕らファンも浮かれることなく、しっかり勝つと思うなの精神で一戦一戦、しっかり見ていきたいなと思いますね。まあ、おそらく、新聞には景気のいい言葉がいっぱい並ぶんだろうけど、そんな甘くはないからね、本当にね、と思います。まあ、そう、まあ、でもね、本当に選手のみんなが力をつけてね、頑張ってくれてることはもう確かなんで、もうそれは本当素晴らしいことだと思いますね。まあいろんなチームの野球見てますけれども、オリックスがいい野球してるっていうのもやっぱり伝わってきますしね、やっぱり見てわかるしね、他と比較しても、ただまあそれでも絶対的な強さはあまり感じないんだけども、それなんでだろうな、まあ、その中でもちゃんと勝ってるって、怪我人もいるじゃない今ね、そんな中でやりくりしながら、森君いなくなってもセデーニョが出てきたし、ケンケンがもう3割近いアベレージになってきたっていうところでね、紅林君も頑張ってると、ちょっと打率落ちてきたけどね、まあでも本当にみんながカバーし合いながらやってるっていう感じはもう伝わってくるんでね、まあ、この感じで、8月もなんとか乗り切って、9月、勝負の9月に持っていきたいねと思いますね。まず、この3連戦ロード、9試合のうちの3試合を2勝1敗で勝ち越した、これは、大きいね。だからまあ先週の1週間の6試合は4勝2敗で勝ち越しに成功ということになりました。本当良かったね。ちょっとね、連敗もしてどうかなと思ったんだけども、先週の、エスコン、そして京セラ、今回のベルーナ、しっかり勝ち越して、3連戦を終えることができたのは、ね、素晴らしいことだと思います。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。勝つと思うな、気を引き締めて、心穏やかな月曜日を迎えたいと思います。今夜も最後までご視聴本当にありがとうございました。でお前は、今度の次火曜日からはゾゾマリンでのマリン戦ね、なんだけど、水曜木曜、の試合を、2試合ですね、ここは、BS 松竹東急さんでの、実況、で担当いたします。解説は近藤和樹、ダブル和樹でお送りするということになっています。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。ナイスゲームでした。気を引き締めて心穏やかな月曜、ありがとうございました。